はい、トラポンです。今回の動画はですね、明日行われます、阪神第11レース G3 阪急杯の最終見解ということで動画の方を作っていきたいと思います。はい、今日からね、始まりました阪神競馬場開幕週なんですけども、えー、初日ですね、まあ、芝コースの、まあ、馬場状態は両馬場ということでね、まあ、どれぐらいタイムが出るのかなということで見ていたんですけども、まあ、かなりね、あの、時計が出やすい馬場状態かなと。 まあ12月に行われた時もね、結構時計の速い決着が多かったですけども、まあ、それと同じぐらいの馬、ね、場状態ではあるかなという感じがしております。でやっぱりね、芝が綺麗ということで、まあ、開幕週ということもありますので、当然まあ逃げた馬もね、かなり馬券に絡んでいましたし、前目のポジショニングをつけた馬がそのままね、スピードで押し切るというような競馬も見られました。まあ、ただね、後ろから行く馬でもね、あのー 馬券に何等かは絡んでいましたので、ね、絶対に前につけなきゃいけないというところまではもちろん行っていないんですけどもただね、前開催の京都京都の、ね、開催のタフな馬場コンディションとはねやっぱり違うと阪神の馬場の方がやはり、ね、スピード決着が、まあ、多いかなという時計が速い決着がですね多いかなという印象を受けました。 ということでね、やはり後ろから行くよりはですね、ある程度前めのポジショニングであの流れに乗れる馬の方があの馬券には絡みやすいのかな、馬券圏内にですね、絡みやすいかなというふうに思います。はい、ということで早速ですね、本命の方から行きたいんですけども、本命はですね、1枠2満のライラックカラーと、こちらの馬をあの選ばせていただきました。はい、まあね、他にもね、人気馬、まあ、ダイアトニックとかね、あのフィアーノ・ロマーノとか、 あ,まあ、まステルビオとかいるんですけども、まあ敢えてね。この人、気薄のライラックカラーから私は狙っていこうかなということでね。まあね、前走がね。初めてのオープン戦で。まあ 1200m だったんですけども。まあ 1200m はね。この馬にとって正直ね。まあ初めてだったということで、まあ、手作りだったんですよね。まあ、ずっと1400メートルとか1600メートルの距離を使われていまして。 1200メートルのレースで、まあ、ポジショニングは、ね、かなり後ろからになりましたけども、まあ、メンバー中33秒6でね、もう本当にあの自力の足だけでね、まあ、直線だけで勝ったようなレースでした。正直、前走を評価したというよりもですね、まあ、ここに至るまでの過程ですよね。1400メートルという距離は私はこの馬にとっては間違いなくベスト,あのベスト条件だというふうに思っております。 である程度ね、1400メートルならば前走とは違うよう違ったね、追走番手におそらくなってくると、まあ、ある程度前めのポジショニングをつけてですね、それで上がりもしっかり使えるというタイプの馬ですので、非常にあのスピード決着にはもってこいと、正直馬場がねあの、タフな馬場コンディションだとちょっとどうなのかなと。 いう感じはすするんですけどもこのね1分20秒台ぐらいの1分20秒前後の決着あの勝負になってくればですね十分このメンバーに入っても私はあの上位争い必至なのかなというふうに考えておりますまあね 1600m でもね勝ちくがありますけどもただこの馬の競馬を見ているとねやっぱり 1400m が一番いいかなと 1400m である程度前目のポジショニングをつけてさらに 最後の上がりもしっかりとまあ、まとめると。ということでね、あの今回の開幕週の,あのスピード決着には私はこのメンバーに入っても十分やれると。で、今回ね、あの人気が本当にありませんので、ここがね、あのこの人気で買える最後のチャンスなのかなと、もともとこの馬というのは、ね、すごくあのレースになると人気になるタイプでして、 前然走の11番人気になるまでにですね4番人気が1回あっただけであとほとんど3番人気以上もうほとんど2番人気以上なんですよねもうずーっと人気になるタイプの馬でありましてやはりま藤沢厩舎ということでね非常に期待されていた馬なので やっぱり人気先行型、まあ、先行型という表現が正しいかどうか分かりませんけどとにかく人気になりやすい馬なんですよね、で着順馬はもちろんね、あの掲示板を一回も外したことがない堅実ぶりで,です、ね、とにかく相手なりに走ってくると。ということで、こういうタイプのまあ、ね、あの条件が上がってきてもね、やっぱり相手なりに走ってくるということで、人気より,、ね、人気よりあの上の着順で走ることが多いと思うんですね。 このまあ人気になって裏切るというよりもですね堅実に走るタイプなんですよね。まあ、だからまあ人気になりやすいというまあ面もあると思うんですけども、まあ、とにかくね 1400m しかも内枠を引けたというのが非常に大きいと思います。やっぱりね開幕週、ね、ここまで多頭数になってしまうとやっぱ外からね先行するよりはね内,です内からね先行した方がねやっぱり距離損もないですし やっぱりここまでね、バー,バーコンディションが良くなってしまうと、やっぱ外外を回ってしまうと、どうしてもね、最後は甘くなってしまうんですよね。その点、この1枠、2番ならば、ロスなく道中立ち回ってね、あのー、最後の、ま、末足にもいい,いい意味で影響してくるということですので、私はこのッ落から非常に面白い一頭だと思います。ということで、この馬が本命ですね。で、対抗はですね、 まあ順当ににフィアーノ・ロマーノにいたたししましたもう前走のね、阪神カップの2着だけでね、あの走ればこのメンバーなら当然上位争いと、まあ、勝ったね、あのー、この時の勝ったね、グランアレグリアも別格の強さでしたので、ね、1分19秒で5馬身と、もう、ゴーカードのようなね、伸びだったというような表現を、勝ったのメルクシュが言ったんですけども、まあ、これはもう別格でしたので、 まあ前走のねフィアノ・ロマーノ、まあ、確かにね、あの4着までタイム差なしで、かなり混戦状態の2着だったんですけども、まあ、前走ぐらい走ればね、今回のメンバー構成、そこまでね、一気にメンバーが上がってるという感じもありませんので、まあ、前回出てたメンバーも結構出てますのでね、まあ、前走ぐらい走れれば、まあ、問題はね、フィアノ・ロマーノはまあ出来一つということで、まあ、ちょっとね、間隔が空いていますけども、 まあ基本的にはね、あんまり間隔空けるのはまあ良くないような部分もありますけども、ただまあ、マイルチャンピオンの時はね、安田記念以来とかなり間隔、まあ、5ヶ月ぐらい空きましたけど、今回はまあ、2、3ヶ月ぐらいですか、まあ2ヶ月、2ヶ月ですかね、2ヶ月ぐらいの間隔ですので、まあそこまでね、心配することはないのかなと、まあ、とにかく前走ぐらい走ってくれれば、まあ間違いないかなと、まあ、前走とほとんど馬場的にはね、 あのそんなに変わらないかなとタイムの出やすさ的にはねですのでフィアード・ロマーロがある程度のポジショニングでこの馬も競馬できますのでまあ普通にあの上位争いかなというふうに思いますで3番手はクリノ・ガウディにいたしました、まあ、クリノ・ガウディもね 1400m 今回初めてなんですけどもただこの馬は、まあ、メ,あのメンバー考察の時もお話しした通りあまりですね あの集中力が長く続かないタイプなのかなという気もしておりますので、距離短縮が私はいい方向に行く可能性があるんじゃないのかなと、まあ、前走もね、思いのほか私はもう少し後ろから競馬するのかなと思ったんですけど、意外に前目のポジショニングでね、先行させて、で、3着とね、それなりに結果も残しましたし、まあ、前走のレースぶりを見るならば、一波ン短縮しても十分対応できるかなと。 いう,ふうに私は思っておりますのでね、まあ、なかなかこのハ浅いハイフューチュリティステークス2歳児、ね、2着になった後はねなかなかその結果が出ないと、まあ、1800m は、ねまあ、当然クラシックということで皐月賞も出ましたけども。 やはり、まあ、距離が長くなると、ね、ちょっと厳しいのかなという部分もありますので、まあ、ずっとマイルを、ね、使ってたんですけどマイルでもやはり、ねうん、もう1つなんですよねとなってくるとやはりもう距離短縮しかあのこの馬が、ね、もう人代わりする可能性はもうないということで、まあ、1400m を選択してきたと思うんですけども、まあ、私はその 1400m でもう人代わりする可能性はあるかなということで十分にこの馬もね 上位争いできるチャンスかなということで3番手評価にいたしました。で4番手はダイアトニックということなんでもちろん、ね、距離に関しては間違いなくもうベストなんですよ。このまあもうずーっと 1400m 中心に、ね、使ってきて。 それでね、オープンまで勝ち上がってきたと、で、重賞も勝っているということなんですけども、ただね、見てもらいたい競馬場のね、使ってる競馬場見てもらいたいんですけども、もう本当、京都競馬場なんですよね、デビュー戦こそ阪神なんですけども、ほとんどもうずっと京都と、で、久々の阪神競馬場ということでね、まあ、京都で走って阪神で走らないというね、まあ、単純なことではもちろんないんですけども、 ただやっぱりね、あの久々の阪神競馬場になりますので、まあ、その点、少しやっぱり割り引いた方がいいかなと、やっぱしあの親しんだ京都競馬場で行われるならばね、このまま本命でもいいと思うんですけども、やっぱりね、京都よりは阪神今、今特,特に今のね、バ,バ,バあの前が止ま,り止まりませんので、まあ、思いのほかダイヤトニック1400メートルだと、やっぱり後ろからになりますのでね、まあ、差し届かないという危険性は十分あるかなと、客室的にですね、しかも内枠を引きましたので、 で内枠で後ろから行くのが嫌ってね、思いのほからスタートからそのポジションを取りに行った場合、普段のダイアトニックの末足が使えない可能性も出てくるということもありますので、まあ、その辺をちょっと嫌って、私は評価を4番手まで落としたということになります。で5番手評価はステルビオと、まあ、このままも、ね、久々だけが多分もうポイントかなと。 まあ能力的にはね間違いなくここでも,もうトップクラスだと思うんですけどこのまま 1400m が初めてということでねまあ気象的には 1400m でも全く私は問題ないとは思っていますのでまあ出来さえねしっかり久々で状態さえ走れる状態ならばやはりこれも上位争いかなとま枠枠もね内面の枠を引きま真ん中より内目の枠を引きましたのでね。 まあ休み明けということで5番手まああとは初距離ということもねあるということでまあそこまで上位評価にはやはり押せないということでまあステルビオは5番手評価でえっ、ー、と6番手がロ地くらいですね はい。まあ、これもね、比較的前目のポジショニングにつけれるということで、まあ、6番手評価。まあ、1400メートルでもね、2回走って3着、2回と。まあ、去年の阪急杯も3着なんですけども、ただ去年はね、内枠を取れたんですけども、今回ちょっと外枠になってしまったのと、あと最近のね、レースぶりがちょっと、まあ、限りが見えてきたかなという部分がやっぱありますので、やはりそこまで強気にはなれませんよね。 まあ正直、ここでもし,はしあのまた大敗するようなことがあると、ちょっと競争能力がもうだいぶ衰えてきたかなというふうな判断でいいと思います。で、最後にスマートオーディンと、これはまあ去年の覇者ですよね、半球杯。まあ、どうしてもただスマートオーディンはね、もうケツからいってどこまで伸びるかという形になってしまいますのでね、どうしても展開に左右されると、で、開幕週でね、 なかなかまあ厳しいとは思うんですけどただ、この馬に関しては、ね、もう32秒台の足を使って強引に、ね、あの最後あのまとめて、ね、まくり切るというか差、まあ、し切るというシーンも、ね、あの可能性もありますので、まあ、やっぱ馬体重とか、ね、その辺ですよねもうちょっと絞れてきてほしいなと500キロ前後ですよね、まあ、500キロぐらいマイナス8キロぐらいはやっぱ落としてほしいかなと。 そうなってくればまあ一発チャンスはあるかなということなんですけどもまあねもうこの馬に関しては枠は特に関係ありませんのでね一番後ろから行くんでまあ枠の18番は特に心配はしてないんですけどもまあとにかくねこの馬の末足があの炸裂するかしないかというところだけなんだね、まあ、最後にこの馬を抑えたという形になりますでおさらいですね 本命がライラックカラー、対抗フィアーノ・ロマーノ、3番手クリノガウディ、4番手ダイアトニック、5番手ステルビオ、ロジクライスマートオリーンのこの順番ですね。はい。で、3連単と書いてありますが、これ3連プクですね。3連プクですね。で、1列目に2番ライラックカラー、そして2列目に、まあ、フィアーノ・ロマーノ、クリノガウディ、ダイアトニック、で、3列目に今、印の6等と、12点外ですね。 はいこれもある程度ね、あの資金配分はした方がいいと思います、お積みでね。で、生まれんも6点外で抑えて、単勝も2番ね、つきますので、買うということでね。まあ、来楽から枠もいい枠引きましたし、専用ベスト。で、高速馬場の路盤も私は合ってると思います。ここがチャンスだと思います。ということでね、来楽から本命でいきたいと思います。 はい。ということで、今回の動画はですね、明日行われます。阪神の11レース半急杯の最終見解ということで、動画の方を作ってきました。以上になります。